低支援は、中華民国、満州国の軍人。北京政府、法天派に属し、後に、満州国に参加した。字は、明確。1921年、東三省陸軍工部堂で学習する。卒業後は法天派の一員として昇進していき、1926年、騎兵第八段団長となる。翌年、東北第十七市。 第5度度町となった。1928年、騎兵、第2度度町に移動する。1930年、中東鉄路を守る時高満副司令となった。満州国建国後の1932年4月、馬仙山の離脱を受けて、帝支援が公認の国旅交渉省庁に就任し、国旅交渉警備司令も兼任している。同年8月、 バセンザン討伐が一段落したとして、省庁検証警備指令を辞任、参議府参議に移動した。ところが、参議に移動してからわずか4ヶ月後の12月9日に、低支援は早くも辞表提出している。実は、この辞任の背景には大きな事件があった。12月7日、低支援は辞邸を訪問してきた、満州国共和会理事の超中人に対して、突然発砲。 逃走しようとした、超中人に対し、事情を知らずその場を訪れた部下にも、低支援は、発砲を命じ、ついに、超中人を殺害してしまったのである。低支援は起訴されたが、精神鑑定により、精神喪失状態にあったと判断され、不起訴となった。事件の詳細については、翌1933年5月に報道規制が解除されて明らかとなっている。 その際に発せられた司法大臣評判清の声明によれば、低支援は社会から隔離するために精神病院へ収容されたとのことである。その直後には、馬仙山の財産27万元のうち12万元を着服したとして、満州国監察院長代理の品川主刑に摘発された。その後、低支援の行方は不明である。ありがとうございます。